外線の位置、魚釣島から274度、 28.6 マイルとなっております。現在外線の進路80度、速力約8ノットとなっております。現在外線に対して巡視船筑後が電光掲示板にて、こちらは日本国海上保安庁の巡視船である、汽船は日本の領海に向かっている、日本の領海に入らないよう進路を変更せよという内容で警備広報を行っております。現在外線に対して巡視船ノバルが放水規制を開始しました。現在巡視船石垣による外線への放水規制が実施中です。現在巡視船石垣の放水規制実施中、外線の船橋あたりに放水規制実施中です。現在外線後部から何か物を巡視船ノバルに対して投げております。現在物を巡視船ノバルに対して2名が物を投げております。現在外線に対しノバルが放水規制を実施中、放水規制を実施中です。現在巡視船仙台が外線に対し節電規制を実施中、節電規制を実施中です。現在外線の左舷から物を投げる人物を確認できております。現在巡視船仙台により、外線の進路を変更中、外線の進路を変更中。
これより筑前搭載機の MH594 の、ヘリテレ映像に切り替えます。現在外線、更新をかけている模様です。現在外線船首部からカメラを構えている人物確認できます。外線反転を開始しました。上空から見る限り外線後半上、船橋付近に人影等は確認できません。機体の旋回方向の関係により若干逆行となりますがご了承ください。巡視船水木から海上保安官が異常をしたようです。巡視船水木から海上保安官が異常したのが確認できます。18時47分、1847、異常した海上保安官により、活動家船舶の船橋を制圧したとの情報がありました。18時47分、活動家船舶の船橋を異常した海上保安官により制圧されました。